3人が死亡した北見のガス漏れ事故から1ヶ月が経ちました。この北見のガス事業は去年北見市から北海道ガスに引き継がれたんですが、事故の背景にはガス管の老朽化を放置したままの異例ともいえる営業譲渡がありました。先月19日、北見で起きたガス漏れ事故、3人が死亡する惨事となった。その後も市内37カ所でガス漏れが見つかる異常事態となっている。亡くなった3人のうちの一人、ピアノ講師だった後藤京子さん。夫の弘幸さんは事故があった後、およそ20日間、京子さんの遺骨とともに避難生活を強いられていた。ようやく戻れたというその一点ですね。まあ、なんでそんなことになるのかなというその、無念というかですね。北見市から北ガスに譲渡されてわずか10ヶ月での相次ぐガス漏れ。事業を譲渡する契約をめぐって意外な事実が明らかとなった。防ぐことができたかもしれないと、少しでもそのチャンスがあっただろうにというふうに考えると怒りを覚えますね。去年北見市と北ガスが交わしたガス事業の譲渡契約書、北ガスが2億4600万円で事業を引き継いだことが記されている。過去10年に民間にガス事業を譲渡した自治体は全国に25ある。 HTB ではこのうち回答があった18の自治体の譲渡価格とガスの供給戸数を調べた。その結果、供給世帯1戸当たりの価格は全国平均がおよそ18万円、北見は1万2000円で最も低く、全国平均の実に13分の1という破格の安さだった。譲渡前、この金額をめぐって市議会が紛糾した。少なくとも倍の譲渡価格はあってほしかった。激安、なぜこういう全国に例を見ないような譲渡価格になってしまったのか。安い価格の背景には財政負担の軽減があった。一酸化炭素を含む今の石油系ガスから天然ガスへ変える費用は数十億円に上る。そして老朽化したガス管は全体の3割も残っていたが、財政難のためほとんど交換が進んでいなかったのだ。すんなりと承服できるようなそういう説明ではなかったですね。あ、残念です。そこはもう今もそういう後悔の念はね残ります。財政の苦しい役所としてはなるべくなんていうんですかね、マイナスの資産を抱えないと、それはそう考えることは普通だと思うんですけども、その時に安全と引き換えになっているっていうことであったわけですけど、それは許されることではないと思いますし、さらに異例なのは譲渡契約の中にある貸し担保条項だ。契約の条件、貸しがあっても市は責任を負わない。つまり譲渡後に何らかのトラブルが見つかっても市は責任を負わない、いわば売り逃げとも取られかねない条項だ。長野県産の事例を参考にさせてもらいましたところ、そういうこともありましたので貸し担保を入れさせてもらったと。長野県は譲渡前に天然ガスへの転換が終わっていた。北見のような一酸化炭素中毒を招く恐れはすでになかった。格安の譲渡価格、責任を負わない契約、そこに市民の安全は置き去りにされていなかっただろうか。基本的な考え方に責任を逃れたいということが
いっぱい見えてくるので、それはその猛烈な怒りを持ってその受け止めていますけどね。一方で事故の原因を調べる動きも進んでいる。専門家はこの地域の土壌の特徴がガス漏れにつながったと指摘した。で、この場所にはかつてはこの川がですね、今住宅地となっている場所をまさに流れていたという。事故のあった春光町は数十年前まで川だったため地盤が弱いことが判明した。この地盤の下にあったガス管が折れた可能性についてこう指摘した。除雪車あるいは大型トラックも含めてそういうのがどんどん通ってるわけで、その振動によって下の方が緩くなってる、そういうものがこう一気に下がったと。あれから1ヶ月、現場周辺では今も関係者がガス漏れがないか毎日点検を行っている。事故のあった後も相次いで見つかったガス漏れに住民の不安は消えていない。